シオン。シオン。今だ。これは。大丈夫か。今の、イバラを巫女の力で抑えたように見えた。そんなことができたのか。そこをどいて。まさか、一人で行くつもりなのか。黙って。なぜだ、どうして。黙ってって言ってるでしょ。嫌だ。本気よ。それでも嫌だ。もう一度だけ言うわ。どかないと撃つ。だったら死の子の言わずに撃て。私がボルラーンに斬られた時のこと覚えている？ああ、てっきり殺されたもんだと思った。あれが初めてじゃないわ。最初はまだ子供の頃、それ以来何度も。私は死ねないの。死ねない？不死身って意味か？そんな、まさか。本当だとして、なぜなんだ？なぜそんなことがありえるんだ？イバラよ、私であって私でない私の一部。なぜかはわからないけど、それが私が死ぬのを許さないの。私が死ぬまで。死ぬまで。イバラが自由になるとき、私は死ぬの。見たのよ。何もかも飲み込んでしまう暗闇だけが残る、避けようのない破滅の未来。ただの夢じゃないかって言いたげね。私もうまく説明できない。でも私にはわかる。だからこそ、レナス・アルマを使ってイバラを倒すんじゃなかったのか。中身を燃やしたら、脆い器はどうなると思う？そう、どちらにでも私は死ぬ。でも同じ死ぬなら、せめてイバラを道連れにしてやろうと思った。これが私の本当の目的よ。それで同じレナ人を敵に回してまで俺たちと一緒に戦っていたのか。俺たちが生きるために戦っていた時、お前は死ぬために戦っていたんだ。そのはずだったのに。あなたたちと出会って、私はいつの間にか死にたくなくなっていた。シオン、諦めることない。助かる方法を探せばいい。まだ時間はある。ダメなの。なぜ。破滅が私だけでなく、本当は
界を覆うものだったから。薄々感じてはいたわ。でも確信したのは、赤い女が私から巫女の力を引き出したとき。自分が今までその力でイバラを抑えていたことを悟ったのよ。でももうダメ。ベネギスからくさびが来たから、私の中でイバラが力を増すのを感じるから、遠からず抑えきれなくなる日が来る。イバラが世界を覆うか。だから一人で殺したのか。一人でレナス・アルマを手に入れてイバラと差し違えるために。そんな、あんまりだよ。自分も他人もどうでもよかったはずなのに。エナもダナもどうでもよかったはずなのに。死ななきゃいけない。でも死にたくない。今になってこんな出会わなければよかった。こんな思いをするくらいなら。シオン、アルペン、死ぬためにしか生きられない。奴隷みたいな生き方待ってたまるか。俺は嫌だ。誰が何と言おうと認めない。絶対に抗うんだ。最後まで戦うんだよ。自分でもそう言ってたじゃん。滅ぶかもしれないのに。シオンはどうしたい。決めるのはシオンだ。だがたとえシオンが戦わなくても、俺は俺だけでも運命と戦う。いや、アルフェンだけじゃない。俺も戦うぜ。私だってやるよ。憎しみじゃない支えになりたい。私もお前が一人ではないと言った言葉が偽りでないことを証明しなければな。みんな、それにまるきり望みがないわけでもあるまい。え？シオンは300年前の巫女の末裔だ。もろもろを合わせて考えれば、一連の出来事とイバラが関わりある可能性は高い。レネギスに行き事態の真相を探ることは、イバラの正体を暴くことにもつながるかもしれない。差し違えずにイバラを解く鍵が得られるかもしれないということか。可能性の話だ。だが王である君にも深く関わりあるはずだ。やるさ。故郷も何もかも失った。もう一度失う気はない。少しのリケットと罪を、笑うなら一緒に笑おう、泣くなら一緒に泣こう。みんなでだ。一人で泣く。誓ったまま時は過ぎ、心に気がつかずに僕は一人になった。記憶の中でずっと二人は生きてゆける。君の声が今も胸に響くよ。もう少しだけ夢を見させてもらうことにするから。何より私もあなたたちともっと一緒にいたいから。
ネギスに。